リゼ県は、トルコ、国会地方の県。国会海岸に位置している。県とはリゼ。北部は、国会に面し、東から時計回りにアルトビン、エルズルム、バイブルと、トラブゾンに接している。もともとこの名称はギリシャ語の老位を尋ねたアルファーから来ており、その意味は、山の傾斜という意味である。リゼ県には12の自治体がある。リゼは、 国会地方に沿って伸びる山脈の北部に位置している。海に近く、夏は涼しく、冬は暖かい。年を通して、降水量は多く、雨量の多い、この地域はトルコ最大の茶の生産地となっている。また、最近は、キウイフルーツも栽培されている。この県は、一般的に田舎の風景であり、山地や谷間、高知の牧地などが、 観光客を引きつけている。サムルヘムシン村は特に休暇の長旅に有名である。山の人里は慣れた地域には、道がなく、ケーブルカーが人や、物品の輸送に使われている。新設された国会海岸道路はリゼーのアクセスを容易にし、2000年代早期には、県外から田舎町への観光客が増加している。 この観光客は田舎の伝統的な生活と手のつけられていない自然が関心を呼んでいる。一方、この道路は海岸線の野生動物を危機的な状況に追い込んでいるとも言われる。現県知事はこの道路の拡大に反対しており、養蜂、マスの養殖、有機栽培の茶の生産を推進している。原生植物には西洋博打の木がある。この植物は 食用の小さな黒いプラムの実をつけ、これは食すると口の中にステインが残り黒くなる。ビルベリーも積極的に栽培されている。また、茶はこの地の原生ではないが、この地では非常によく育つ。リゼの一部にかかる東国海産脈は古生代に形成され、渓谷は白秋からの侵食によって形成されたと考えられる。 この県に関しての古代の情報は少ない。密度の高い森に覆われ、発掘や発見が進んでいない。最初期の記録としては、クルク人、クルハ人というアジアの民族が住んでおり、これらの後にこの地域を支配したウラルトオサルドゥリ2世が建てた石踏みにその名前が見られる。この後、コーカサスから、坂のスキタイ人に追い落とされて逃げてきたキメリアの士族が移住し、ソーラ、 川付近に住み着いた。キンメリア人はアナトリアに広まり、今でもリゼの村のいくつかの場所は彼らにちなんでケマーと呼ばれている。この後、サカの民族が東部ヨーロッパに広まり、紀元前680年には最後に残っていたグルジアのキンメリアを壊滅させた。しかし、そのサカもメディア王国の攻撃を受け、サカを窓場は626年に殺害された。この後、 この地域はトルコ人とグルジア人に占領された。プリニュースによると、紀元前670年から古代ギリシャは国会沿岸にコミュニティを確立し、交易を行っており、これらの一つにリゼが見られる。ペルシャ軍がアレクサンドロス3世に敗れるまでこの地はペルシャ帝国から攻撃され、被害を受けることが多かった。アレキサンダー大王の死ともにアナトリアには、 ビチュニア、カッパドキアのような多くの王国が生まれ、国会の東端である、この地の近郊にはポントスができ、リゼモファルナケス一世の手によってポントスに併合された。10年から395年からはローマ帝国に支配された。さらに、ビサンチン帝国が続き、プリニウスやアッリアノスはこの地域のラズ人について記録している。しかしながら、 リゼは遅くとも626年には東のペルシャからヘムシン近郊にスキタイ人が移住し始めている。ペルシャがグルジア王国を破り、さらにマラズギルとの戦いでビサンチン帝国を破った11世紀には多くのトゥルクがこの地に住み始め、ソーラ川の地域はアナトリアのトルコ人の王国に組み入れられた。キプチャク系トゥルクも含む多くのトルコ人がこの地の 沿岸部に植民したが、1098年に、ビサンチン帝国に再度飲み込まれる。この後1024年には、コンスタンティノープル包囲が行われた。この後さらにこの地は、ビサンチン帝国の亡命政権である、トレビゾンド帝国の一部になった。しかし、ビザンチンに戻った時代もこの地域は、トルコ人の移住地であり続け、植民者の共同体も続いた。この地域が、 セルジューク朝の日後のもとにある時代、アナトリアの多くのトゥルク系の氏族がこの地に移住したが、その中性は低く、この地では多くの反逆と暴動が起こっている。これらはトレビゾンド帝国がオスマン帝国に徴降し、1461年に滅ぼされるまで続き、1470年、リゼはローマ帝国から連綿と続く帝国の最後の県として陥落した。 第一次世界大戦ではカフカース戦線の戦場となり1916年から1918年にかけてはロシア帝国に占領された。これは1918年のブレストリトフスク条約で返還された。1924年からはリゼはトルコ共和国の県になった。現在はこの地域からは徐々にローマ、ギリシャ風の地名の名残が消えていっている。 しかしながら、ポントス時代からの古い地名は、今も変わらず、使われている。県名もその一つである。1940年代に入り茶の生産が、始まるまではこの地域は、鉄のカーテンの向こうに、ソビエトが見えるだけの辺境の貧窮地域であり、多くの世代が、イスタンブールや外国に出稼ぎをしていた。リゼの町は迫った山地と海岸の間の狭い平地の、 町であるこの地域は町によって人々の生活習慣が様々であり、偏僻な村では雨の激しい高い山の傾斜地に木造建築が立ち並んでいる。リゼ茶の生産地としても知られるようになった。この地域の伝統的な料理法はとてもコクがあり、アンチョビが、スープ、サラダ、ピラフ、デザートなど多くの料理に使われている。郷土料理にはハムシーバーグやラマ、 ハムシーシチュー、キャンシークフタなどが挙げられる。ラホナ・ソーバス、マホーラマやピーデスも郷土料理として挙げられる。ケメンチェの伴奏で、ホロンと呼ばれるダンスが披露されている。また、ツルムやカバルによる伴奏も多い。このダンスの際は伝統の衣装を着ている。男性はシャツ、ベスト、ジャケット、ジップカ、黒い靴を履いて踊る。ジャケットには銀の刺繍があり。 これはヒーマイルズと呼ばれる宗教的なお守りで人々を邪悪から守るとされている。女性の踊り子はカラフルな衣装と自身が様々なモチーフを描いたスカーフを身にまとって踊る。リゼは様々な伝統的な工芸品と記念品を制作している。枝編み細工のかご、銅細工、ソックス、肩掛けカバン、次でできたスプーンなどが有名である。ありがとうございます。